日本の歌声全国協議会は1973年に日本の歌声実行委員会の規約を改正して発足した会員制音楽エンターテインメント事業組織である。初代会長代行、幹事長には日本共産党委員活動家であった藤本洋が選出された。1973年5月2日、日本の歌声実行委員会の委員長であった。 関刊氏が死去したが、公認の委員長は選出されなかった。その後、同実行委員会機関紙「歌声新聞8月10日20日合併号に、日本の歌声実行委員会規約改正にあたってと、題する記事が掲載された。記事には、日本の歌声運動を全国統一的に推進する、中央組織として1955年に、 常設化された実行委員会の役割と名称を廃止、個々の自主的規約を持つ音楽団体やサークルが緩やかに結びつく協議会へと改祖する提案が示された。提案の理由は次のように説明された。1973年8月26日、第6回日本の歌声実行委員会総会において規約改正案が採択され、同日に発行した。 日本の歌声実行委員会常任委員会の事務局長であった藤本洋が全国協議会の会長代行常任委員会幹事長に選出された。1974年2月25日、日本の歌声全国協議会第7回総会において同協議会の新方針が採択された。採択された新方針の決議の要点は以下の通り、上記、 新方針の採択について、当時の日本の歌声全国協議会幹事長、藤本洋は日本共産党全国活動者会議で以下の発言を行った。歌声運動の自主的、民主的運営のためには、労働者階級の意識や政治要求が百害あって一理なしであり、その排除が新方針の目的であると述べた。 中央合唱団創立以来の日本共産党による組織的な指導と援助は日本の歌声実行委員会を全国協議会に改祖した時点で集結し、以後は歌声運動組織内の個々の日本共産党員が指導的役割を帯びながら独自の党内セクト的な方針に従い任意で活動を行う旨を明確にした。労働者及び階級闘争の関連国を削除。 新方針が採択された翌年、1975年2月23日に、全国協議会の規約が新たに改正された。この新規約は、1973年8月26日に採択された旧規約文を大筋において踏襲しながらも、労働者及び大衆の子を削除し、それらと戦いの子を関連づけない表現に改められている。による、 標語、歌声は平和の力の喪失とその原因1975年、全国協議会の規約改正後も、標語、歌声は平和の力は、記載が維持された。この標語は1953年に、日本の歌声実行委員会委員長関関氏により、提唱され、公式化されたものであった。関は、青年歌集第3編の端末に、歌声は広がると題し、平和と、 戦争を対極にあることして用いて、兵語の本来的な意味を解説した。新方針に基づく兵語、歌声は平和の力の解釈変更から、平和の号、反戦の理念、実践と切り離し、平和で健康な日常生活の意味に、変更1978年、井上よりとよは、兵語、歌声は平和の力の解釈を、以下のごとく説明した。 全国協議会第7回総会方針に従って、多様な音楽表現を重視するために、戦争を肯定する、歌詞内容をも許容し、政治的性格を帯びる、反戦平和運動には組みしない立場を表明した。2012年、毎年11月頃の開催が恒例であった、日本の歌声祭典は、実行委員会が結成に至らず、中止される事態となった。 同年2月12日、第45回日本の歌声全国競技会総会において、同年度の方針が採択された。そこでは、日本の歌声祭典の開催が言及されず、下記の通り、今年は合唱発表会中心に、全国交流会を開催として、当年度の全国祭典実行委員会の組織化が、依然として不透明な状況が示された。 2012年度日本の歌声祭典実行委員会の立ち上げが失敗に終わったため、祭典の代替行事として、同年11月23から25日の3日間、2012日本の歌声全国交流会員、広島が実施された。主催者は、日本の歌声全国協議会、現地の問い合わせ先は、広島の歌声協議会であった。 2013年2月11日に採択された第46回日本の歌声全国競技会総会方針ではこの全国交流会の開催に至る経緯が次のように説明されている。毎年度1回開催される日本の歌声全国競技会総会の案内文書にはその時々の政治的な主張や方針が冒頭に掲げられる。これは記述の通り 協議会の組織運営が1974年の新方針採択以降、個々の日本共産党委員活動家の独自の任務として行われているためである。以下、近年における冒頭文の内容的な変遷を示す。ありがとうございます。